ちはゆんです。キャー、はい、恥ずかしながら制服を着てます。うん、まあコスプレってやつですね。最初に謝っときます、ごめんなさい。はい、ということで今日はなんで制服を着ているかっていうと、なんかちょっとそれっぽくなるかなって思って着てみちゃいました。えということで今日はね、ゆんが実際に学校でやっていたヘアアレンジを何パターンか紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。フリート。もう制服痛いとか似合わないとかそういうコメントはしないでください。なんて言ったって傷つくから。はい、それではね、早速やっていきたいと思います。まず顔周りの触覚がある子は残して耳にかけます。反対も顔周りの触覚を残して耳にかけます。そしたら、ごめんね、ベロ噛んだって喋りにくくて聞き取りづらいと思うんだけど、耳の後ろを境目に前と後ろで分けます。はい、こんな感じで分けたら三つ編みをします。ゆは編み込みができないので編みでやるんですけど、できる子はやった方が可愛いかもしれません。ちょっと後ろに引っ張りながらきつめにやっていきます。だいたいこれぐらい三つ編みできたら、小さいゴムで仮止めをします。そしたら反対側も同じことをしていきます。
ツイッターで晒すなり個人のフォルダにそっと潜ませておいてください。はい、こんな感じでね、ほんと何しても可愛いと思うので、見てて分かったと思うんですけど、この不器用なユンでもできるね、簡単なヘアアレンジなので、よかったら皆さんもやってみてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらツイッター、インスタグラムのフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション、バイバーイ。もしね、この動画が好評だったら、ユンが実際にやってたナチュラルなね、スクールメイクとか、このチャンネル見てくれてる方の年齢層が、だいたい中学生、高校生の女の子が9割なので、そういう学校でね、役立つ企画とかもできたらいいなって思ってます。とりあえず高評価とコメントお願いします。なんだこのポーズ。それじゃ、またな。